先生、今日はよろしくお願いします。胆管はお腹のどこにあるんでしょうか？胆管は肝臓から腸につながる管であり、消化液の胆汁が流れています。途中に胆汁をためる胆嚢という袋がついていますが、総胆管は縦に伸びている管の部分のことを言います。ここにできた結石を総胆管結石と言います。総胆管結石はどのような症状がありますか？総胆管結石は胆管の中の結石により胆汁の流れがせき止められることで症状が出ます。胆汁に細菌が感染して炎症を起こし、発熱、腹痛、黄疸などが見られます。また膵臓の出口をせき止めると急性膵炎が起きることがあります。総胆管結石はどのように診断されますか？総胆管結石は CT 検査や MRI 検査で診断されることが多いです。袋状になっている胆嚢は腹部超音波検査で診断できることも多いですが、総胆管は全体の観察が難しいことが多いです。CT 検査では結石の成分の関係で、ほとんどの結石は白く見えますが、白く見えずにはっきりわからないことがあります。そのような場合には、MRI 検査で見つけることが可能な場合があります。MRI 検査では結石が黒く表示されます。総胆管結石の治療にはどのようなものがありますか？総胆管結石の治療には、主に内視鏡治療、外科治療がありますが、最近ではほとんどが内視鏡治療で行われています。内視鏡治療の流れですが、眠る点滴を併用しながら内視鏡を挿入します。胃を越えて十二指腸まで挿入すると、胆管の出口である乳頭部が見えます。その後に、乳頭部から胆管へ道具を挿入し、レントゲンを併用しながら胆管造影検査を行います。胆管に造影剤を入れると胆管が白く映りますが、石のところは黒いままとなります。石をそのまま取り出すことはできないため、電気メスを挿入して乳頭部を少し切開します。切開すると出口が広くなり、その処置に続いて結石を腸へ引っ張り出します。引っ張り出すのはバルーンカテーテルという風船が膨らむ道具で奥から引っ掛けたり、バスケットカテーテルという網目状の石をつかむ道具で引っ張り出します。胆管内の結石が取り除ければ治療終了となります。重症の状態であれば、直接結石を取らずに胆管ステントというプラスチックのチューブを留置して終了することがあります。一旦胆管の流れを良くして状態を安定させてから、後日結石を取り出す治療を行います。胆管結石の内視鏡治療による入院期間はどのくらいでしょうか？入院治療期間については、入院前の患者さんの状態や治療後の合併症があるかどうかで異なります。入院前の病状の程度が軽く、治療後の経過が良ければ数日から1週間程度で退院できます。通常は入院していただき翌日に内視鏡治療を行いますが、重症の胆管炎や急性膵炎を併発している場合には入院当日に緊急で内視鏡治療を行うこともあります。
治療日の夜や次の日に採血を行い、症状も合わせて経過を確認します。経過が良ければ食事を再開し退院となります。内視鏡治療はどのくらい安全でしょうか？内視鏡治療の安全性について説明します。主に気をつけることは出血、穿孔、急性膵炎があります。複数の病院がまとめたデータでは出血 2.8%、 穿孔 0.9%、 急性膵炎 5.0% と報告されています。頻度としては急性膵炎が最も多いですが、そのほとんどの場合は軽症の膵炎であり、点滴の治療で改善します。このことから安全性はかなり高い治療であり、患者さんの負担が少ないといったメリットもあります。双胆管結石は体の負担が少ない内視鏡治療で治療可能です。疑わしい症状がありましたら病院へ受診して見てもらいましょう。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。